おはようございます。星野瑠璃です。2019年ホープフルステークスの予想ということで、今年最後の JRA の G1 レースとなりました。と有馬記念の分をここで取り戻せるほどは書けないですが、まあ、最後ぐらいは当てて終わりたいと思っております。ホープフルステークスは登録段階で17頭いたんですが、結局13頭と少ない頭数の出走となりました。コントレイルが強すぎて回避したのかもしれません。では、まずはデータ分析動画のおさらいからしていきたいと思います。まずデータその1、 2000m 勝利経験馬。ホープフルステークスが重賞に昇格する前から 2000m で勝ったことのある馬が馬券に絡んでいました。2011年からは8年連続で馬券に絡んでいます。で今年の該当馬はオーソリティ、ガロアクリーク、クリノブレーブ、ナリノモンターニュ、パンサラッサの5頭となっています。続いてデータその2、前走1着馬。重賞に昇格した2014年から前走1着馬ばかり馬券に絡んでいます。過去5年の馬券内に入った15頭中14頭が前走1着馬です。今年の該当馬は9頭います。続いてデータその3、一戦一勝馬。去年はこのデータは不発のデータとなってしまったんですが、ホープフルステークスは昔から一戦一勝馬が強いレースとなっています。今年の該当馬はガロアクリークの1頭だけとなっています。1頭だけなので、まあ、紐に押さえておいたらいいかなと思います。続いてデータその4、ノーザンファーム産駒。2歳重賞はノーザンファーム産駒が強いです。ホープフルステークスでもノーザンファーム産駒は来まくっているんですが、特に注目なのは車大系のクラブ馬です。重賞昇格後はサンデーレーシングとキャロットファームの馬しか勝っていません。今年のノーザンファーム産駒はベルトライゼンデ、オーソリティ、ラインベック、ワーケアの4頭が出走しますが、クラブ馬はベルトライゼンデとオーソリティの2頭となっています。詳しいデータの紹介はホープフルステークスのデータ分析動画をすでに上げてありますので、そちらの方を参考にしてもらえればなと思っています。ここからはまとめに入りたいと思います。今年の秋 G1 は前走東京組がポイントとなっています。阪神ジュベナイルフィリーズではビアーメリアが負けて、有馬記念ではアーモンドアイが負けました。前走東京で強い勝ち方をした馬が圧倒的一番人気で負けているだけに、前走東京で勝った馬は過信は禁物ということになります。しかしサリオスみたいに圧勝した馬もいますので、完全に切るということはできません。アーモンドアイの敗因分析動画を、この前に上げてるんですが、そちらで紹介したデータがこちらになります。前走東京芝重賞高走馬の自走成績です。23頭が出走していて、馬券に絡んだ馬は23頭中8頭います。ほとんどの馬が自走が G1 になっているので、成績が悪い理由というのはそこにあるという可能性もありますが、それにしても凡走馬が多い気がします。ホープフルステークスで前走東京組の重賞組というのはコントレイルとラインベックの2頭となっています。インディチャンプやラッキーライラックが3着から G1 を勝っているので、もしかしたらラインベックが中山代わりでコントレイルを逆転するという可能性にも期待してみたいです。ということで、私の本命は7番のワーケアにしたいと思います。この馬は新馬戦はやや重馬場で、2戦目のアイビーステークスは
重馬場でしたので、まだ両馬場で走っていない馬となっています。だからこそ両馬場で走った時の、まあ、未知の魅力に期待できるかなと思います。前走後のルメールジョッキーのコメントからは、馬場を少し気にしていたと言っていたので、馬場が悪くても走れるけど両馬場の方が良さそうという感じのコメントです。中山は金曜日の午後から晴れ予報となっているので、まあ、おそらく両馬場になると思います。両馬場にはならなくても道悪で、まあ、2連勝している馬なので、まあ、経験値として有利になると思います。一番人気濃厚なコントレイル陣営は馬場状況を気にしているだけに、どんな馬場でもこなせそうなワーケアというのは、まあ、どちらかというと安心して軸にできるかなといった感じです。中山 G1 が苦手なイメージの強いハーツクライ3区なんですが、まあ、先週はハーツクライ3区が有馬記念を初制覇したし、2年前のホープフルステークスはハーツクライ3区のタイムフライヤーが勝ったし、有馬記念も3年連続でハーツクライ3区が勝っているということからも傾向は変わってきていると思います。阪神ジュベナイルフィリーズと朝日杯ではディープインパクト3区が馬券に絡めなかっただけに、まあ、ここもディープインパクト3区以外の馬が勝つということに私は期待しようと思います。と続いて2番手に挙げたいのが13番のラインベック。と前走はコントレイルに 1.5 秒差離されて、着順は3着だったんですが、まあ、大敗と言ってもいい内容でした。しかしアーモンドアイの敗因分析動画でも、まあ、この話は言ったんですが、今の東京というのは東京適性がすごく重要な競馬場だと思います。今回中山に変わりますので、まあ、前走ほどの大差はないかもしれません。そして状態面も前走と比べて全然違うと思います。前走のレース前は2週連続で負担の軽いポリトラック調教でした。4ヶ月ぶりの競馬だったので間違いなく次走を見据えた仕上げだったんだと思います。友道厩舎の勝負調教というのはリットウッドなだけに、まあ、ウッドで最終追い切りをした今回というのは勝負レースということのはずです。母のアパパネも叩き両下型のタイプで、休み明け2戦目に大幅な変わり目を見せていた馬なので、ラインベックも同じタイプならコントレイルを逆転できるかもしれません。父ディープインパクトで、母の父キングカメハメハの馬です。2頭とも今年亡くなってしまって、今年最後の G1 で日本一の血統の底力を見せてほしいなと思います。金子オーナーも秋 G1 は大量に出走させたんですが、いまいちな結果だっただけに、最後の G1 はまあ不気味な存在となります。で3番手に挙げたいのが6番のナリノモンターニュ。デムーロジョッキーが G1 に久々に登場してきました。あまり人気のない馬になるんですが、デムーロジョッキーもそろそろ意地を見せてほしいです。皐月賞を4勝して去年のホープフルステークスも勝っているように、デムーロジョッキーは中山 2000m の鬼です。そしておそらくナリノモンターニュが逃げることになって、ペースも速くなりそうにないので、先行逃げ粘りに期待します。父のビクトワール・ピサも中山が得意だったので、人気薄の穴狙いの馬となります。で4番手に挙げたいのが1番のブラックホール。新馬戦はその後に不要ステークスを勝つオーソリティに負けて、2戦目から2連勝で重賞制覇でした。札幌2歳ステークスはかなり強い勝ち方だったので、まあ、G1 でも期待できそうです。ただ今年の北海道デビュー組というのはメイン会場でいまいちな成績というのがあって4番手の評価としました。で5番手に挙げたいのが2番のコントレイル。5番手にしましたが3連複の軸にします。来ても3着までという考え方です。
何度も言っていますが、今の東京コースを圧勝できる馬は東京芝コースがベストの馬です。なので性質が全く違う中山コースでは間違いなくパフォーマンスを下げると思っています。有馬記念でアーモンドアイが惨敗してサートルナーリアが2着に来たことからも、まあそうとしか考えられません。もう一つ不安なのは距離です。新馬戦では福永ジョッキーが騎乗しましたが、スピードがありすぎるので距離延長について少しだけですと不安がっていました。なので今のスピード馬場の東京ならこなせるけど、果たして中山で距離延長で前走のような強さを見せることができるのかというのが不安点です。福永ジョッキーはダービーを見据えた競馬をすると言っているし、矢作調教師も馬の後ろにつけてほしいと言っているので、そんなに前にはいかないと思います。スローペースで内枠、さらに福永ジョッキーということならば、皆さんご存知のあれに期待できそうです。一番人気濃厚なコントレイルを本命にしないのなら、あれに期待したいです。あれをはっきり言ってしまうとコメント欄が荒れるので、まあ、言わないことにします。皆様はわかると思いますが。ということで買い目なんですが、馬連ワイドはコントレイルを外して、コントレイルは3連複で抑えるといった感じにします。馬連は7番のワーケアからで、コントレイル以外の組み合わせならそこそこ配当がいいと思うので、5番の、ベルトライゼンデと11番のオーソリティも加えて広めに買います。ワイドは、ワーケアから買いますが、穴狙いで13番のラインベックからも買います。なので馬連は7番から相手が1、5、6、11、13の5点、ワイドが7番と13番から1、6、13という5点、このあたりを資金配分します。で3連複は2等軸流しで、2番と7番から相手が1、4、5、11、13の5点、このあたりを資金配分したいと思います。最後にペレ指数の紹介です。絶好調特注馬は有馬記念の指定馬はリスグラシューでした。これで今年の特注馬の単複回収率の 100% 超えはほぼ確定となります。ホープフルステックスも期待できます。リンクも概要欄に貼っておきますので、そちらの方も参考にしてみてください。じゃあ2019年ホープフルステックスの予想、こんな感じで終わります。参考にしてみてください。良いお年を。じゃあねー。